LMS の紋章、リーズ駅の石材区、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道は、イギリスに、かつて存在した、鉄道会社である。1921年鉄道法による300あった、鉄道会社を、強制的に4図にするグループ化の一環として1923年1月1日に、合併により成立した。世界最大の株式会社、世界最大の最大運輸組織、 ヨーロッパ最大の企業体を自称し、最大のホテルチェーンを包含していると言われた。1938年、LMS は、総延長6870マイルの鉄道を運用していたが、収益率は2.7%に過ぎなかった。イギリスの他の鉄道とともに、LMS は1948年に国有化された。合併により LMS を構成した主な企業は、 以下の通りである。この他に、上記の鉄道が沈着または運行する24の子会社があり、さらに多くの合弁鉄道、果ては、最も有名なサマセットドーセットがあった。アイルランドには、以下の3鉄道があった。上記のほとんどは、後の北、アイルランドで運行されていた。1923年の時点での LMS の総延長は7790マイルであった。 LMS を構成した鉄道の完全なリストは、リストオブカンスティッチンツオブザ LMS を参照。LMS の主要幹線は、ウェストコースト本線及び、ミッドランド本線であり、ロンドン、ミッドランドの工業地帯、イングランド北西部、スコットランドを結んでいた。LMS は、主要工業中心地間の貨物輸送を収入の柱としていた。特に注目に値するのは、 トートン・ブレント間の石炭列車で、ノッティンガムシャー炭鉱で産出した石炭をロンドンに運んでいた。設立当初、LMS は二大構成企業であると同時に、かつての熾烈な競争相手でもある、ミッドランド鉄道とロンドンノースウェスタン鉄道の間の構想に明け暮れていた。どちらも自社のやり方が唯一の正しい方法だと信じていたためである。旅客機関車や、 客車の塗色へのクリムゾンデーキの採用といったミッドランド方式の採用を通じてミッドランドが徐々に優勢となっていた。その最たるものはミッドランド鉄道のスモールエンジンポリシーの継続であろう。1933年、ジョシア・スタンプがグレートウェスタン鉄道から新任の機械技師長に迎えたウィリアム・スタニアーは LMS の変革を先導した。スタニアは 内部構想を続けるのではなく、新しいアイディアを導入していった。戦時輸送により疲弊した、LMS は1947年輸送法により1948年に国有化され、イギリス国鉄のロンドンミッドランド鉄道局並びに、スコットランド鉄道局の一部となった。翌1949年、イギリス国鉄は北アイルランドの路線をアルスター運輸局に移管した。 イギリス本土の路線は1950年代から1970年代にかけて、通った小売化されたが、主要路線は存続し、一部では時速125マイルでのインターシティ運行のために、強化された。より詳しくは、LMS の機関車を参照。四大私鉄の蒸気機関車は、グレートウェスタン鉄道を除き基本的に入れ替え、貨物、価格量容器は、黒字塗装になっていったが、 LMS はこれに加え普通旅客機でも黒を採用しており、有彩色の地色は、急行旅客用の機関車のみで、基本的に小豆のような赤地に、黒枠で薄黄色の帯、火脚両用と普通旅客機が、黒地に、赤帯、貨物機と入れ替え機が黒一色であった。客車は急行用機関車と同じクリムソンレークに、近帯である。LMS は、モントゴメリエレスメア チェスター運河を含む多数の運河を所有していた。この運河の多くは LMS 主導で議会法により放棄された。放棄されなかった運河については国有化の際、イギリス運輸委員会に移管され、その後さらに所有権がブリティッシュウォーターウェイズへと移行した。ありがとうございます。